皆さんこんにちは。黒澤明監督の野良犬で映画デビューして以来、数々の名作映画やドラマに出演した女優の淡路恵子さん、ゲーマーとしても知られており、特にドラゴンクエスト好きとしても有名でしたが、どのような私生活を送っていたのでしょうか。今回は淡路恵子さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。まずは淡路恵子さんのプロフィールを見ていきましょう。淡路恵子さんは本名を井田綾子といい、1933年7月17日生まれ、東京都品川区の出身です。家は2階建ての借家でした。父は大日本帝国海軍の軍人でしたが、胸を患って海軍省を辞め自宅療養していました。母は助産婦でした。集団疎開先の富山県から一時品川区の荏原に戻った時、激しい空襲に遭ってしまいます。そのため茨城県の母の親戚のところへ疎開に行き、田舎暮らしを体験しました。13歳の時、終戦の翌夏父親が他界します。女医にしたいという母の願いをよそに、淡路恵子さんは SKD 松竹歌劇団に合格しました。卒業まであと数ヶ月でしたが、第8工場を退学しました。1948年に松竹歌劇団の養成学校である松竹音楽舞踊学校に4期生として入学しました。1949年、入団前の学校政治に黒澤明監督より抜擢され、野良犬で舞台より早くスクリーンデビューしました。1950年、松竹歌劇団に入団しました。草笛光子さん、深草翔子さんと組んでスリーパールズと呼ばれ、歌に踊りに大活躍でした。1952年、準幹部に昇進しますが、変わらず女優として活動を続けました。主演したメロドラマ、この世の花は続編、続々編と大ヒットしたため、完結編まで全10部作となりました。1954年にはマーク・ロブソン監督に見出され、パラマウント映画、トコリの橋でミッキー・ルーニーと共演しています。1957年に出演した太夫さんより女体は悲しくと下町の演技でブルーリボン賞の助演女優賞を受賞しました。テレビドラマでは1963年には越路吹雪さん、岸田京子さん、横山光代さんとの4姉妹役で出演した男嫌いが数々の流行語を生み出す話題作になりました。1987年、男はつらいよ知床慕情で結婚引退後から20年ぶりに女優復帰して、マスコミからの復帰インタビューにも撮影所で喫煙しながら応じていました。2014年1月11日、食道がんのため東京都港区の病院で亡くなりました。享年80でした。食道がんに関しては投薬により治療していたそうです。また直腸がんの手術も成功していましたが、2013年9月以降食事を受け付けなくなり、徐々に体力が落ちていったそうです。さて、淡路恵子さんには合計4人の息子さんがいました。1965年生まれの長男は俳優の島悦夫さんです。鬼平犯科帳をはじめ時代劇を中心に活躍してきました。また一般人の次男もいます。長男と次男はいずれも淡路恵子さんの最初の夫、フィリピン人の歌手だった貧乏ダナオさんとの息子です。ダナオさんとは20歳の時に結婚しましたが、夫の浮気が原因で離婚します。その後、当時の中村金之助、後のよろずや金之助さんと再婚しました。よろずや金之助さんとの間に設けたのが三男の小川明弘さんと四男のよろずや吉之助さんです。しかし三男の小川明弘さんは1990年7月、バイクで帰宅途中に22歳で不慮の事故により亡くなってしまいました。タクシーと正面衝突したとのことですが、あまりに早く悲劇的な最後だったと言えます。その後、淡路恵子さんはよろずや金之助さんと離婚しており、女手一つで10代だった四男の哲司さんを育てる必要がありました。悲しみに暮れている暇はなかったのです。四男の哲司さんは6歳の時によろずや木の秋としてデビューしていました。しかし両親の離婚やいじめが原因で精神不安定となり、高校を中退してしまいます。定職に就かず酒を飲んで暴れることもあったそうです。2004年、住み込みで働いていた寺院から酒台に変えようと仏具を盗難し逮捕されてしまいます。
懲役1年半の判決を受け、執行猶予は3年でした。しかし同年、今度は母の留守宅で金品を物色し逮捕されています。執行猶予は取り消され服役しました。出所後はアルバイトを始め自活しようとしていたそうです。しかし2010年6月、四男の哲司さんは自宅のアパートで首を吊り37歳で亡くなりました。自殺とされていますが、理由は不明のままです。自活しようとしても元の自堕落な生活に戻りそうになる誘惑を断ち切れなかったのかもしれません。淡路恵子さんは2人の息子の死についてその後語ろうとはしませんでした。それだけショックが大きすぎたのでしょう。息子たちの死以降、女優は幸せになってはならないという意識を抱きながら孤独な晩年を過ごしていたそうです。大女優として活躍した淡路恵子さんですが、遺産はいくらあったのでしょうか。2014年1月に食道がんで亡くなった母の遺産について長男の悦夫さんは一銭もないと発言しました。冗談ではなく本当に遺産と呼べるほどのお金は残っていなかったそうです。生前生命保険を解約していた淡路恵子さん、手元に4000万円以上あったそうですが、ほとんど四男の哲司さんのために使っていました。さらに哲司さんは密かに母の宝石類を売り払い遊びに使っていたそうです。事実とすれば合計1億円以上の遺産をすべて使い切ってしまったことになるとのことです。大女優だった淡路恵子さんの遺産がゼロというのはにわかには信じがたい話ですが、経緯をたどれば事実のようです。ただ1着につき数百万円の価値がある着物類が50着以上残っているそうです。悦夫さんは着物類をうまく使って出店しようと考えていたといいます。最初の夫だったダナオさんとは彼のショーを見に行った際知人に紹介されて出会っています。しかしダナオさんには妻子がいたため事実婚でした。結局ダナオさんの浮気で破局します。再婚相手は歌舞伎役者で映画スターだったよろずや金之助さんでした。よろずや金之助さんは生涯に3度結婚しており、相手はいずれも女優の有馬稲子さん、淡路恵子さん、高西希さんです。淡路恵子さんは1966年、当時中村金之助を名乗っていた彼と結婚し一時芸能界を引退しました。しかし順風満帆とはいかず、夫の個人事務所中村プロが13億円の負債を抱えて倒産してしまいます。さらに重症筋無力症を患った夫を淡路恵子さんは懸命に看病しました。貯金が尽きた際は六本木にあるクラブの雇われママとして働き看護生活を続けています。しかしよろずや金之助さんは高西希さんと不倫し、夫婦は1987年に離婚しました。献身的に支えた夫に裏切られた淡路恵子さん、しかし壮絶な体験を経て孤高な雰囲気を持つ魅力的な女性になった印象があり、ご本人も役を演じる上での参考になったと語っています。晩年はバラエティ番組に出演し過去の辛い体験を激白するなど、また新たな分野で活躍し始めました。バラエティ番組に出る際は楽しそうな様子だったことから、晩年はやや精神的に余裕ができていたのでしょう。淡路恵子さんと生前親しかったデヴィ夫人は専業寺で遺体と対面し、痩せて痩せてこんなに小さくなってしまうのかと思うほどだったと声を震わせ悲しみを新たにしていました。自身が18歳の時からの友人で、苦労の連続で大変な人生だったけど決して人の悪口は言わなかった、よろずや金之助さんの悪口も聞いたことがないと述べています。最後に見舞ったのは2013年末で、11月の時点で唾も飲み込めなくなっていた、念は越せないんじゃないかと覚悟したと言います。一度だけ大喧嘩をしたそうで、理由は忘れたけど私が泣かされたのは彼女だけですと涙を流しながら明かしていました。いかがだったでしょうか。今回は淡路恵子さんの私生活を中心に晩年の様子を見てきました。愛煙家であったことは有名な話です。17歳の頃から喫煙を始め、1日に3箱のタバコを吸うほどのヘビースモーカーでした。タバコは私の6本目の指と公言していました。神奈川県や兵庫県の受動喫煙防止条例について鬼の首を取ったように、
タバコだけをとやかく言うのはおかしいと時に行政に対して文句を言うこともいといませんでした。同じく喫煙者である杉山浩一さんと話した際、肺がんになれば納得、他のがんだったら許さないと二人で大笑いしていましたが、皮肉にも淡路恵子さん自身は喫煙と因果関係が深い食道がんを患い亡くなっています。昭和落ちでいくような女優であり、豪快な日々を送っていました。普通であれば不幸な話も表では笑い話に変えてしまうあたり、信念の強い女性だったことがうかがえます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。